あね、鈴木さん大丈夫ですか、準備準備 OK？ OK？ なんか今なんかバタバタしてましたけど大丈夫？撮ってる撮ってる、あ、撮ってる撮ってる、はい、撮ってる、もう始まってます、オンですよ、オンですよ、もう始まってるの、始まってます、さて何やってんですか、バタバタ、今ですねバタバタしてどうしようもないんだこのおっさん、あ、ごめんなさい、じゃなかった、ごめんなさい、失礼いたしました、京子さんごめんなさい、あ、始まってた。今ですね、私、NHK 隣産業会館でございます、その3階に、はいはいはい、e デザインっていうところがあるんですけども、はい、e デザインに来ております、お話をお伺いするのは鈴木浩一さんです、はい、よろしくお願いします、はい、あれ、はい、声ひるがえちゃった、はい、今、はい、よろしく、よろしくお願いします、あ、スタジオはどっちだ、だ、斉藤さんです、あ、斉藤さん、あ、もしかするとそうです、浅見さん、浅見さんです、浅見さん聞いてください、はい、はい、何々、実は今日ゲストをさらに呼んでるんですよ、はいはい、そうなんです、はい、実はですね、この前宮嵐の方にも出ていただきました、そしてシンガー VS シンガーで、番組の方をやりました、虹コンです、虹を描こうコンサートのあややこと松浦さんに来ていただいております、よろしくお願いします、そうなんです、今日はね、鈴木さん、これね、普通のeデザインの宣伝すればいいの、虹コンの宣伝すればいいの、どっち、虹コンでしょ、あ、そっちでいいの、いいでしょ、いいですよ、いいですよ、あ、そうなんですね、だって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 、虹コンは、メディアミックスを採用してるんですよ、うん、声ひるがえってるからメディアミックスを採用しているっていうのはね、メディアミックスって何かって言いますと、ちょっとここ説明していいですか、メディアミックスは、はい、まあ、あらゆる媒体ですね、はい、映像であったり、はい、SNS であったり、新聞であったり、広告であったり、はい、そういったものを統括的に、まあ、ミックス、そうですね、ミックスして、はい、弱点を、こう生かすと、はい、あの、お互いがメリット、デメリットがあります、うんうん、でもどんなものにもデメリットがあります、例えば新聞はね、文字は見られてゆっくり読めるけれども、うん、映像は見られないとか、ね、そういう、はい、あの、お互いに補強し合いながら、いろんな情報を、はい、マルチに、入れていこうと、はい、それこそ、鈴木さんの言うメディアミックス、あ、聞こえましたそうなんです。そうです、そうです。でですね、前回これね、あの、ラジオの放送でありながらですね、なぜか、あの、映像を撮られててですね、で、私初めてなんですけれども、で、この映像を、びっくりしましたよ。びっくりしましたよ。あの、実は、もう1週間で800。1週間で800動画再生。はい。再生されているということで、なんか、ただのリポート、ただって言っちゃ失礼なんですけど、ただのリポートなのに、再生回数が芸能人並みっていう、これどういうことでしょう。なんで、そして、ね、鈴木さん勝手に私の許可もなくコンビ組んじゃったっていう、私許可した覚えない、コンビ組んじゃったし、あ、そう、うん、そうなんですよ、お笑いコンビになって、お笑いコンビどういうことなんだか分かんないですそして私いつの間にか、あ、キョコタンとか呼ばれてますよ、はい、それじゃあ、うん、はい、キョコタン、コウちゃん、キョコタン、はい、コウちゃん、キョコタンのメディアミックスということになってるんです、はい、はい、はい、あ、リポートして、リポートだ、そうだ、忘れてました、はい、そうなんです、そうです、そうです、でね、今日はね、あの、簡単に説明しましょう、名刺に、浅見さん、あれついてますか、黒と白のやつ、なんていうんだっけ、ぐちゃぐちゃしてるやつ、ぐちゃぐちゃしてるやつ、はい、QR コード、あ、いや、それそれそれ、それQR コードついてないですよね、名刺に QR コードをつけますと、こう、誰かからもらった時に、あら、この人だ、どこで会ったんだっけ、誰だっけ、どんな声してたっけって忘れちゃうじゃないですか、ところが、その QR コードをつけておきますと、携帯にかざしたときに、こんにちは、キョコタンです。見晴らしで喋ってます。みたいに、で、声も顔も全部出てくる。で、もちろんですよ、映像もです。で、そうすると、あー、この人覚えてるわ、こうだった、こうだったっていうことが分かれば、もう PR 宣伝。もうこう何もなくて、どこかに行ってしまう名刺に比べたら、ものすごい価値のあるものになっていくと思うんですよ。そうなんです。すごいんですよ。で、この QR コードを通して PR に押してくださいっていうのを作ってるのが
このここにいらっしゃるいいデザインの鈴木さん、これ宇都宮ちょっと遅れてるんですよね、実はね。そうなんです、うんうん、ちょっと遅れてるんです、うんうん、どうにかしたいですね。どうにかしたい、やっぱり宇都宮人にもこうスマートな感じに自分を PR できる手段を身につけていただきたいと。でこれねやるのにね、鈴木さん高いのよ、これどうにかしてほしいの。そう、はい、でもね、でもね今回6月30日まで非常にお安くなっております、はい、このね DC デスティネーションキャンペーンに乗っかりまして、乗っかっちゃいました、思いっきり来ました、ドーンとドーンと、もう一回せーの、ドーンとそうなの、ドーンっていっちゃった、もう一回言うせーの、ドーンと下がったんですよ今ね、あややも一緒にドーンってなってるんですけどさあこのドーンの金額教えてください。実は、はい、登録料、うんね、掲載料これは0円。本当いくらですか。え本当は登録料1万円で1万円、掲載料が年間1万円にして月当たり1000円なんですけど、うんはいはい、それをこの期間0円。やだやるじゃん。それで、はいこういった動画を撮影する編集したりする、はい、これが、うん1分間で1万5000円なんですけど、それをマイナス5000円で1万円にしよう、はい、頑張りました ねだから全部合わせて1万円。やだやるじゃん。それでなんかこう名刺何枚ぐらい作れるんですか。名刺は、うん100枚で3000円なんですね、はい、あそれ普通の値段ですよね。それはね、うんはい、普通の値段そこで買っても同じような、うんうんうんはい、つまり、こちらで名刺を作ってもそれとも他で名刺を作ってきてもいいんです。そうです。そこがありがたいじゃない。そうです。いつからその太っ腹になっちゃったんですか。最近です。最近太いですよなんか。はい、というわけでそうなんです。こんなメディアミックスをですね、あもう一回メディアミックスこれをですね、皆さんに使っていただきたいと。6月の末まで本当にこれお得ですから、はい、一度これお使いください、はい、そしてですね、せっかくこのあややさんに来ていただいているので、はい、宣伝しなくちゃいけないんですよ。さて、あややこと松浦さん、はい、宣伝の方お願いします。はい、私もこうちゃんにCカードを作っていただきました。本当にQR コードを見てかざしていただくと、この間のミヤラジの様子とかいろんな画像が出てきて本当に素晴らしい。2000枚も作ってくださいました。はい、まあ、こうちゃんここのところ赤字になりたくてなりたくてたまらないって感じなんですよねそうなんです、はい、そして、このコンサートなんですけれども、はい、はい、これを言わなくちゃいけないんですよ、はいはい、5月27日の日曜日ですね。はい、はい、そうです、はい、場所と時間お願いします。はい、栃木県総合文化センターサブホール、はい、会場が12時20分から、はい、開演が13時からとなります。はい、そしてこちらも入場が無料ですので、もう皆さんで盛り上がって楽しんじゃいましょうということです、はいはい、もうこれはもともとあれですね、こう病気を持った方を勇気づけようっていうのが最初のね始まりだったけど、はい、最近ではそうじゃない、はい、そうではない、はい、もう誰でも OK です。はい、はいはい、誰でも OK ですのでね、ぜひぜひこちらのコンサートの方にもいらしてください。さて、じゃあもう最後になってしまいますけど、はいはいはい、こうちゃん、とこたんのコンビでなんか言っとかないと最後ですよ。最後、はい、最後、はい、来てね、来てねどうコンサートね、コンサートに来てね、ニジコンに来てね。はい、5月27日のニジコンにぜひぜひいらしてください。こちらいいデザインから、あ、ダメだ、電話番号だけ言っときましょう。はい、028612-1269になってます。はい、028612-1269番です。あさみさん来てね、来てね、あさみさん、きょこたんも来てね、きょこたんも来てね。はい、じゃあきょこたんが可愛くいいデザインからリポートしました。お返しします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、もう撮ってこうと思って。